そこの二人、ちょっとこっちにいらっしゃい。なんですって？バカ！君、灰原さんと一緒にいるってことは1年生かしら？あの、睦弥君は転校してきたばかりで、その…灰原さん、あなたには聞いてないんだけど。はい、そうでした。そう、クオンジ睦弥くんか。いい名前ね。私は本並陽子、3年生よ。はい。睦弥くん。君は、この腕章が目に入らないのかしら？その通り。私は風紀委員、そして風紀委員長でもあるわ。もっと正確に言うと、私はこの私立榛名学園の風紀委員長よ。あら、いけない。余計なやりとりで時間を食ってしまったわ。それじゃあ持ち物検査をするから、カバンを開けて見せてちょうだい。別に。どうして見せられないのか、理由をはっきりと説明して私を納得させられるのなら。まあいいわ。それなら先に灰原さんの方を見せてもらうから。先週検査されたばかりですから。ええ、そうね。そのカバンのどこにこんなに入っていたのかしらっ
ってくらいたくさん高速違反品満載だったわよね。ええー、その時持ってきてたものは没収されてそのままですから、何もわざわざまた見なくてもと思っちゃったりなんかしまして。いえいえ、だからこそぜひ今回も見せてほしいわね。そんな、見てもがっかりするだけですし、お手間を取らせるわけには。灰原さん、むしろこのやりとりが手間だと理解してほしいんだけど。おはようございます。おはようございます、茂手木先輩。あなた一年生？お名前は？クオンジさんね。むつみというのは陸の小里編を目編にした字かしら。クオンジってキリンジと似てるわね。
いずれ大物になられるかもしれませんね。お名前がむつみということですし、仲良くしてくださいね。ダメですか？ええ、もちろんです。それでは、また。素敵な人ね。ちょっと変わってるけど。あんたほんと元気よね。少しは夏バテでもしたらどうよ。バーカ、保健の五十鈴先生が信じるわけないでしょ。しまったな、忘れてた。え？あ、そうなのよ。どうしても覚えられない人がいるから早く覚えないとって思って。
くなるって。いつ行っちゃうの？そうなんだ。うん、せっかくお友達になれそうだなって思ったのに、残念。嬉しい。むっちゃん。むっちゃん、後ろ。ばっかじゃないの？
にあげる。役に立てて嬉しいよ。むつみくん、ご飯はどうする？大して変わらないかも。さっきまでそこにいたんだけどな。ユユンは見なかった？え？あんた本当に帰国子女なの？オフコース！私のどこを見て疑問に感じるってのよ。全部よ！全部！オーシット！サイはノットルックね！わけわかんない。とにかくそういうことよ、むつみくん。ダメね、むつみくん分かってないわ。この初夏の風の中、いい景色を眺めながら食べるのが勉学に疲れた私たちに求められている癒し効果なわけよ。わかる？はあ、昔の人は言いました。花鳥風月、四季折々の自然を愛しなさいと。地軸は変わっても人の心は変わらないのよ。そこら辺のことがわからないといい芝居
う、急に立ち止まって危ないじゃない。あれ、あれ、こんなところで何やってるのかしら。カナイ君も私のことはくるみちゃんでいいわよ。どうしたの、こんなところに一人で。一緒に食べましょう。ふーん、空を眺めるのが好きなんだ。うん、なんかね、クジラが浮いてるのを見ると安心する。私はね、あんまり好きじゃないんだな。クジラのこと？うーん、まあちょっとね。それよりクオンジ君じゃなかった、むつみ君はどうなの？だってなんか名前の方がいいじゃない。むっちゃんだよね。いや、むつみくんかな。へえ、あたしはむっちゃんなのに。みんなで同じ呼び方をすることはないんじゃないかな。なんかむっちゃんって子供っぽくてちょっと恥ずかしいかな。そんなことないよ、むっちゃんはむっちゃんだよ。昔近所にいた友達をそう呼んでたの、それで慣れちゃったから。迷惑だったらやめるね。バカ。ごめんなさい、お名前何でしたっけ？え？ああ、クジラのことね。途中で話変わったから何のことだかわからなかった、ごめん。そうだね、
私もずっとクジラのこと見てたよ。好きだよ。